イオスでオールドレンズってどうなんでしょうね。沼沼沼。どうもこんにちは、ジェット大輔です。じゃん、こちらキャノンさんからお借りしております EOS R6 でございますけどもね、今回ね R6 に限らず EOS R5、R6 でオールドレンズなんか使うとき、電子接点のないレンズですね、電子接点のないレンズを使うときはどんな感じになるのかなというね、こちらにですね、こういったオールドレンズ、これマウントアダプターもつけておりますけどもね、電子接点がございませんということでね、これが何ミリのレンズであるのかなどなどをね、カメラボディに伝えることができないんですよ。そういった場合ね、この EOS では何か便利な機能とかあるの？手ブレ補正というメニューがございます。これの7番ですね。手ブレ補正ポチッ。はい、タッチスクリーンっていうのは楽だね。ここにね、焦点距離、今50ミリって入ってますけど、あ、はい、50ミリって入ってますけどもね、これをね、自分で、よ、自分で入力するようになっているんですね。これをね、やらないと何ミリかってわからないから、しっかりとした手ブレ補正っていうのがね、聞きにくいんですよ。50ミリと28ミリを付け替えながら、35ミリを付け替えながら取り歩くっていう時に、いちいちこれをね、こう入力していかなくちゃいけないというね。はい、こちらにお見せしようと思ってソニーのカメラがあったんだった。これはですね、非常に便利になっておりまして、僕はカスタムボタンにもう設定してしまっております。カスタムボタンポチッとやりまして、はい。ほら、手ブレ補正焦点距離というのがありますね。これをもうダイヤルで、くる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 っと。ね。便利でござろう。これは、カスタムボタンに設定できるっていうのがね、肝ですよ。そういった風ならありがたいんですけども、EOS の場合は、EOS R5、R6 の場合は、メニューをまずね、ポチッと掘らなきゃいけないわけですね。メニューを掘っていってということになるわけですが、なんか便利なカスタムボタンとかに登録できたりとかないのって聞いたところですね、それはできないんですけど、メニューのですね、マイメニュー、はい。マイメニュー、これには登録できるということなんで、マイメニューに早速これね、一番いいところに登録してみました。これで、ある程度は楽になるかもしれないですけどもね。まあ、互換性も担保されてないようなものを使っといてね、いろいろ言うのもなんなんですけども。ただ、他社の場合はね、できてしまうっていうのがあるとね、それはなんで王者キャノンのカメラ使ってて、なんでこれはできないんだみたいなことになりますからね。ちょっと寂しいんですよね、その辺はね。どんなレンズだって好きなボディで使いたいなと思うじゃないですか。他のメーカーのボディ買えばさ、オールドレンズ使いやすいよっていうことになったりなんかしてたら、やっぱりそれはそれでね、寂しいんですよ。さて、こちらの EOS R6 で、電子手ブレ補正も今日で入れてありますけども、撮ってきた動画がこちらになっております。今流れている動画になっております。いかがでしょうか。手ブレ補正やっぱり聞いてるとね、いいんですよね。まあ動画の場合はね、電子手ブレ補正が入っておりますんでね、あまりこのボディ内手ブレ補正どうこうっていう話ではなくなってきますけどもね、オールドレンズを使って、こういった動画が撮れてしまうっていうのはね、またね、気持ちいいことではありますね。動画の手ブレ補正をしっかり聞いてますけどもね、静止画の方でも、こちらは滝ですね。滝をちょっとスローシャッターで撮影してみましたけどもね、三脚とか使ってません。手ブレ補正、手持ちで使っておりますけどもね、まあ SNS 投稿するくらいだったらね、パパッと撮れちゃうんじゃないかなと。さすがに作品としてはね、三脚使ってほしいですけどもね、手持ちで、滝をパパッと撮るっていうのは可能だとは思います。
はい、それではね、今回撮影してきたオールドレンズによる作例 EOS-R6 で撮影した静止画と、それから動画の方をね、まとめて最後にまるっとお見せいたします。どうぞご堪能ください。結構素晴らしいと思います。ところでこの EOS-R6 に関してはこの後ろのレーティングのボタン、これを長押ししてもボイスメモにはならないみたいですね。その辺が R5 とは違うようです。